川松新一郎委員の発言を許します、えー、私からはです、ね、都民の皆様、都内事業者の皆様はじめ、多くの方が納税をしていただいている、そして集まってきた税金は一体誰のためのものにあるのか。 小池知事のためでもなく、都庁舎のためでもなく、納税されたお一人お一人のものだと、そういう認識のもとに、今日は様々な項目について質問をしてまいります。また、あの時間限りがございますので、答弁していただきたい局長の方、早く出てきていただいて、そして関係のない答弁はやめていただくように、あのお願いをして始めてまいります。昨日のですね、我が党菅野政調会長の質疑に続きまして、 まままず減税についいてて伺ってまいりますコロナとの戦い、まあ、これは次のステージに向けて動き出しているわけですが、1月の消費者物価上昇率は41年ぶりの高水準となるなど、目の前の都民の皆様の暮らしは依然として厳しい状況が続いています。先般の本会議代表質問におきまして、三宅幹事長から、また、そして昨日の菅野政調会長からもですね、 減税という手法によって支援を行うことは、迅速かつ効果的な経済活性化の手法の一つなんだということを重ねて指摘いたしました。令和4年度の最終補正予算案の審議にあたっても、増えた税収や余った予算などを基金に貯めるだけでいいのか、今苦しい状況にある方に手を差し伸べるという選択肢についても、比較検討するべきではなかったのかということを先般の財政委員会で私は申し上げました。 新年度予算の編成にあたっても中長期的視点を持つことや将来世代のことを考えることは当然必要です。しかし、忘れてはいけないのは目の前の厳しい状況で疲弊されている都民の皆様への支援策が十分なのかどうかということです。これまで我が会派は一つの方策として減税について提言しているわけですけれども、こうした観点からまず確認いたします。仮に私たちが 減をしている個人都民税20%減税を行った場合、令和5年度当初予算ベースで影響額はいくらになるのか、また、都税収入における割合はどれほどになるのかを伺います。令和5年度当初予算における都税収入は約6.2兆円であり、そのうち個人都民税所得割および均等割の税収は約9700億円となっております。 仮に個人都民税20%の減税を行った場合、約1900億円の減収が発生いたします。都税収入に占める割合は3.1%であります。令和5年度の都税収入はおよそ6.2兆円ということで、減税による影響額というのは、都税収入全体だとおよそ3%ということですで。影響額であるおよそ1900億円という金額の響きは、まあ、とても大きな金額になりますけれども、都財政の規模からすると、まあ、そこまで大きなウェイトを占める金額ではなくて、 減税に必要な財源を捻出することは不可能ではないように思います、そこでですね、昨日の質問と重複する部分もあるのですけれども、一度お聞きしますが、財源は確保できると仮定した上で、現下の状況を踏まえ、一時,一時的でもいいんですよ、私たちっていうのは、恒久的じゃなくて、次元的ということで、個人都民税20%減税を提言してますけれども、これはできないのか、所税局長に改めて伺います。 個人都民税は住民が地域社会の費用を広く負担するという考え方から設けられているものであります。都民生活の支援として、個人都民税を減税することについては、高額所得者ほど減税額が大きくなる一方で、非課税となる所得が一定以下の方に対しては減税の効果が及ばないなど、税の公平性の観点から課題があるものと認識しております。 また、個人都民税は地方税法に基づき、区市町村が区市町村民税と合わせて課税徴収しており、個人都民税の減税を実施する場合には、都内すべての区市町村において税務システムの改修が必要になるという課題もあると考えております私はですね、できるかできないかを聞いたんですよ、その税制やシステム上の課題を、ルル述べられているようなことを私、聞いてるわけじゃないんですね。ですから、今聞いてることだと、課題はお答えになってるわけですから。 個人都民税の減税はできないという答弁ではない。つまり、できるわけなんです。で、またこれ、住民税の減税はですね、非課税の方に効果が及ばないということもお話しされてますけれども、減税というものを単体で考えるとそうなるんです。減税と非課税世帯への支援をパッケージにするという視点になれば、今言った課題も乗り越えられると思います。できない理由を列挙するのではなくて、課題がある中でも知恵を絞ってどうすれば進めることができるか。 これが小池知事が目指している都政の姿なんじゃないですか。で、これ、減税した場合のこう次、都財政の影響についても確認しておきますが、先ほどの減税の影響額について、令和4年度最終補正予算で基金へ積み増しを行った額に占める割合、加えて、令和5年度予算における基金全体の残高および財政調整基金の残高に占める割合を伺います吉村財務局長。 令和4年度最終,補正最終補正予算では3つのシティ実現に向けた基金に3774億円の積み増しを行いました。また令和5年度末時点において基金全体の残高見込みは1兆6935億円であり、このうち財政調整基金の残高見込みは5638億円でございます。 お話にありました1900億円という影響額につきまして、4年度最終補正予算での積み増し額に占める割合は50%、5年度末、基金残高に占める割合は11%、財政調整基金の残高に占める割合は34%でございますはいありがとうございます。基金残高に占める割合は11%程度、だけれども、財政調整基金の残高に占める割合は34%に上る。 減税によって財政調整基金が1900億円も減ってしまうと、まあ、財務局としては心細いんだということは理解できます。しかし、私が注目したいのはですね、令和4年度の最終補正予算で、都は市との限定されている基金に4000億円も積み立てて貯金をしたんですよ。つまりこれ、令和4年度余ったお金を4000億円貯金したんですねで。仮にこの一部を財政調整基金に積んでおけば、財政対応力を十分に維持したまま、 減税の原資を確保することはできたじゃないんですかで常々申し上げておりますが、恒久的に減税を行うべきだということを私たちは主張しているんじゃないんです。苦しい生活、経営にあえぐ都民の皆さん、少なくとも今の経済が元に戻るまでの次元でも一度チャレンジしてみてはどうですかという提案をして続けてきているんですで。これまでのやりとりでは、都が真剣にこういった都民の皆さんの現状を感じてですね、 このことに向き合っているとは思えませんけれども、冒頭言ったように、税金、納めていただいた税金は納税者のものだという感覚であるならば、余ったお金は納税者の方に還元するようなですね、方策をやっぱり考えてほしいです。一度集めた税金は自分たちのものだ、都庁のものだというですね、この前例投初の役所的な発想から抜けられないままであったら、この未曾有の困難をどうやって乗り越えていくんですか。令和5年度も4年度に実際に起こったように税収が上バれする。 あるいは歳出精算によって財源が確保できる可能性十分にあります。こうした際にこれまでのように貯める、将来に向けて貯めるの一択ではなくて、今目の前に困っている都民の皆さんにお返しするという発想を持っていただきたいと考えます。で昨日の我が会派の菅野政調会長の質疑において、将来を見据えても都財政は一定の財政対応力を維持できているという認識、示されていたじゃないですか。かそこでですね、令和5年度予算を編成した今、 先ほどお聞きした影響額を踏まえて、減税に対応可能な財政状況だと私は思いますけれども、いかがでしょうか。えー、都の歳入の体操を締めますと、と税収には、令和2年度に前年度比4000億円の減収となるなど、景気の動向に左右されやすい不安定な構造でございます。また、都は地方交付税の不交付団体であることから、他の自治体以上に自律的な財政運営が求められております。世界的な金融引き締めに伴う影響、 物価上昇等による経済の下振れリスクなど、景気の先行きを見通すことが困難な中、将来に向けて強固な財政基盤を堅持していくことが重要であり、 えっと、財政に、えー、とって、年額一千九百億円の減収による影響は非常に大きいものと認識してございます。また、そもそも減税により、えっ、ー、債の発行に際し国からの制約がかかることになり、財政運営上の制限を受けることになるほか、えー、減税の効果が及ばない低所得者が生じるという課題があるものと認識してございます。最後の部分に関しては、パッケージという方策もあるよというお話ししたばっかりで、この答弁はちょっと残念ですね。で、結局ですね、今の話というのは、 将来への備えが重要だって話なんですよ。私たちが言ってるのは将来じゃなくて今目の前なんですよ。5年後、10年後の前に明日のことを都民の皆さんのことを考えてくださいってことを言ってるんです。今もなおコロナ禍に加えてですね、物価高騰やエネルギー価格の高騰で追い打ちをかけられてるんですよ、都民の皆さん。そういった方々を支えることよりも、財源の確保と財政基盤の維持の方が重要というこのね、ニュアンスの財務局長の答弁、財務局長の頭の中に、 都民の皆さんの姿が少しでもあれば、ですねもっと違う答弁になるんじゃないんですか、で、昨日の菅野政調会長の質疑の中で、小池知事は財源の確保に向けて、マイナスシーリングや施策の終了など、あらゆる手だてを講じたと答弁されてました、今お話しした、都債の発行だって、マイナスシーリングしてるってことは、都債の発行を抑制できるじゃないですか。 改めて聞きますけど、令和5年度予算編成において、マイナスシーリングを設定した考え方とその取り組みによる縮減額について伺います。限られた財源の中、積極的な施策展開を推進していくためには、予算要求の段階におきましても、無駄をなくす取り組みを一層強化する観点から、各局における主体的な見直しを促すことが重要でございます。そこで、令和5年度予算編成では、事業実績が目標を大きく下回るものや、執行率が一定の水準に達していない事業など、 さらなる見直しが必要な事業につきまして、各局と調整し、原則としてマイナス10%のシーリングを設定することで、施策の新陳代謝を促すこととしており、この取り組みによる縮減額は約100億円となってございます。あの今おっしゃったような見直しを図る取り組みは確かに重要です。ただ一方ですね、知事が唐突に表明をされたお子さん方への5000円給付事業は当然のことではありますが、お子さんがおられない方々には恩恵はないにもかかわらず、 1261億円という金額が令和5年度予算に盛り込まれ、単年度で終わる予定の事業ではないというように聞こえてきます。で継続して行う予定の事業に、1000億円以上の金額が当てることができるにもかかわらず、私たちが言っているコロナ禍、あるいはエネルギー価格高騰など、次元的に、もしくは単発の措置でも構わないので、対応してほしいという都民の声にどうして答えられないのでしょうか。 余った税金は自分たちのものではなくて、都民の皆様のもの、納税者の皆様のものだという視点に立ち、思い切った取り組みを検討していくことが重要だと考えます。減税という手だとは一つの手法であって、これと同様の効果を伴い施策を様々な形で講じていくことは可能だと思います。全ての都民が実感できる大胆な支援策について、知恵を出し合いながらですね、具体的な検討を進めていただきたいと思うわけですが、改めて念を押しときますけれども、 今の東京都では減税することはできます。可能だということを何度も確認してきましたし、今日も確認いたしました。そして財源もあります。ということは小池知事の決断一つです。018サポートも太陽光パネルの義務化も知事の独断でやったわけですから。納めた税金は都庁職員のものではなくて都民のものだ。納税者一人一人の顔を思い浮かべてですね、 まさに都民ファーストの精神で減税の決断を求めさせていただき、次の質問に移ります。